剣道部第3試合出場の女子の部、警視庁佐藤選手の対千葉県警察酒井選手の試合は警視庁佐藤選手の勝ちとなり、準々決勝進出が決まりました。試合結果をお願いします。柔道第2試合場、60キロ級滋賀県警察遠藤選手、山口県警察福原選手の試合は山口県警察福原選手の勝利で準決勝進出が決まりました。